イエス様、おはようございます。今日はこんな美しい朝をありがとうございます。一方、世界では戦争があり、地震があり、痛み悲しんでいる人たちが大勢おられます。血も傷んでいます。そのためにあなたが私たちに託してくださった天の賛美をもって、今日もあなたを褒めたたえ、天のもの、地のもの、すべてのものたちと共に、すべてのものを宇宙礼拝に招き、あなたを礼拝したいと思います。どうか、この礼拝にあなたの導きがあり、あなたの豊かな臨在がありますように、主の願いがなりますように、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私はスペインで地区スタッフと、集会リーダーをしています稲吉智子と申します。今日は私がクラシック音楽の中にある賛美を通して、主がその先に用意しておられたさらに良いもの、天の賛美、そして宇宙礼拝に導かれたことをお話ししたいと思います。かなり昔のことなんですけれども、大学に入ってしばらくした時、私はもうどこに向かってどうやって生きていったらいいんだろうって分かんなくなってしまったことがありました。そんな時にパッションという言葉が心の内に響いてきました。パッションというとなんか情熱的な愛とかって思いますけれども、その時の私にはもう私を内から動かす力っていう、なんかそんな意味合いで受け取りました。パッションに答えがある、そしてそれは音楽の中にあるって思ったんですね。でも私は音楽はもう大好きなんですけれども、歌も楽器もいろいろやりましたけども、何をやってももう本当に自分で情けなくなるほど全然ダメだったんです。で、今回パッションっていう言葉の語源を調べてみました。ラテン語のパティオールという言葉が語源だそうで、パティオールというのは苦しむ、悲しむ、耐える、そしてあえて苦しむという意味だと知りました。で、このあえて苦しむっていうのがね、あ、これがイエス・キリストの十字架のことを受難という、で、そして受難をパッションっていうことのね、意味がやっと私は分かりました。で、イザヤ53章にこんな言葉があります。彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。イザヤ53章11節です。イザヤ53章はイエス・キリストの十字架の予言ですけれども、イエス様がみんなから見放され、弟子たちからも見捨てられ、皆から罵られ、叩かれ、死に至るまで暴行を受け、そして十字架の上で究極の痛み、孤独を負われました。それは私たちのためでした。その魂の苦しみによって主は光を見て満足すると書かれてあるのを読んで、あ、これがキリストの受難でありパッションだと思いました。少し私のことをお話しします。私は24歳の時に映画の中でバルセロナのカサバトリオというガウディの建物が映されて、その建物の中にね、カメラがずっとこう上を向いたら白い光が上から差しているのが映し出されました。それを見た途端、
私はバルセロナに行くんだっていう思いが、もうすごい大きな喜びとともにドーンと来て、もうその喜びに惹かれるようにして、引っ張られるようにしてスペインに行きました。で、なんかそうお話しすると衝動的な行為に思われるかもしれませんけれども、ちゃんと10ヶ月お金を貯めてスペイン語を習って準備していきました。決して衝動ではありませんでした。そしてやがてスペインで今の主人と知り合って結婚して、そして10年目にイースター休暇にオランダに旅行に行きました。で、私はクラシック音楽が好きでしたので、コンサートホール、コンサートヘボーっていう有名なコンサートホールに行きました。で、そこで聞いたのが、たまたま聞いたのがバッハのマタイ受難曲でした。初めて聞いたんですけれども、なんかとても引きつけられるものがあって、それ以来私はイースターの時期になると毎年必ずマタイ受難曲を聴くようになっていました。ところが、そしてそのマタイ受難曲っていうのは、マタイ福音書に書かれてあるイエス・キリストが捕らえられ、十字架にかけられ、そして復活されると、そういう場面をアリアや合唱で歌っているんです。もうかなり聖書の御言葉そのものの歌詞があります。で、それを聞きながら、もう心はものすごく惹かれるんですけれども、私は私が好きなのは音楽であって、歌詞は関係ない。キリストは私には関係ないって言い聞かせていました、自分に。というのは、私はスペインに住むようになって、ヨーロッパの宗教戦争、宗教裁判、魔女狩りとか、なんか、キリスト教の暗い歴史に触れる機会が増えたんですね。それで、なんかこの悪い頭で、キリスト、イエス・キリストが唯一の神だなんて排他的なことを言ってるから、そんなことが起きたんだ、こんな悲劇が起きたんだって、なんか短絡的に決めつけて、自分で勝手に結論を出してしまって、なんかこう、キリスト教っていうものに一線を置いてたんですね。そんな堅くなにキリストをシャットアウトしていた私だったんですけれども、5年目のそのマタイ受難曲のコンサートで主がご自身を表してくださいました。その時はバルセロナのカタルーニャ音楽堂というコンサートホールでした。もう最初から感動で震えました。今の言葉にすると、そのコンサートに主の臨在があったからだと思います。マタイ受難曲という賛美の中に主がおられた。そしてコンサートが進むにつれて、もうあまりの感動で、こんな大きな感動は私の小さな心には入りきらないって思っていた時に、私の背中の後ろに何かもう感動の実体というか、命の実体という存在があって、それが、その振動が私の背中を通して伝わってくるっていう不思議な感覚を覚えました。同時に漆黒の宇宙に大きな白い心臓があって、その心臓のバクッバクッっていう鼓動が、その振動が宇宙の果てにまで及んでいるっていうイメージが浮かんでいました。で、それまでの私は、皆さんも大体そうだと思うんですけれども、主に出会う前は、私が生きている。私が感動している。いつも主語が私、主体は私だったんですね。でもその時初めて、私がではなくて、命の実体なるものがあって、私はそれに触れられて生かされているって初めて思いました。で、その私が主体ではないって
思っただけで、なんだか私自身から解放された気分になりました。というのは、私は自分の思いにやっぱり振り回されているって思うことが何度かあったからなんです。そしてコンサートが終わって外に出ると、私はもう心が弾んで弾んで、そして体ももう本当に羽が生えたかのように軽くなっていました。その3ヶ月後です。友人に紹介されてバルセロナで子羊の群れの集会をされている方と知り合いました。そしてその方からブドウの木、子羊の群れの月刊誌ブドウの木をいただきました。ブドウの木を開くと一つの御言葉が目に留まりました。ガラテヤ書です。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。ガラテヤ2章20節。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きているのである。これを読んだ時、コンサートの中で、私ではない、私は生かされてるだけだって思ったこととつながってるように思いました。でもそれがイエス・キリストだとはまだ分かりませんでした。このガラテヤ書の御言葉がのラテン語が賛美になっていますので、 We will autem と言います。この賛美をしたいと思います。このプロジェクター歌詞そのままちょっと映していただけますか。このね、1行目のヤンノンエゴっていうのがもはや私ではないっていう言葉なんですね。エゴが私です。で、このエゴっていうのはイエス様がご自身のことを私はって言われた時 にも使われているエゴなんですね。でも私はこれを読むとなんかすごく嬉しくなっちゃって、この賛美をしているとね、エゴではない、私のエゴではないって、なんかエゴっていう言葉はなんかちょっと悪い意味っていうか、自我っていう意味で普段使いますよね。だからもはや生きているのは私のエゴではない、
私のエゴではなくて、キリストと共に生きる私が、新しい私がいるんだって、なんかそんな感動がね、この歌詞から伝わってきます。ありがとうございます。で、マタイ受難局によって命の実態との出会いがありましたけれども、それがキリストとはつながっていなかったんですね。でもイエス・キリストが本当の神様なんだろうかっていう問いがもうそれから始終あって、もう私は誰か分かるように説明してほしい、科学的に証明している本はないだろうかって、いろんな本を探してみましたけれども、答えは見つかりませんでした。そんな時に日本の、家族から父危篤の知らせがあって、私は慌てて日本に向かいました。バルセロナから日本に向かいました。で、飛行機の中で、私はもうその時45歳になって、子供もいた高校生だったんですけれどもね、急に私はもう震えが止まらなくって、ああ、みなし子になってしまう、みなし子になってしまうっていう、なんかすごい恐怖が来ました。それで日本の、について病院に行くと、担当医からもうあと数日でしょうって言われて、もう私はイエス・キリストが本当の神様かどうかわからないけど、もうこの際祈るしかない、もう祈ってみようって決めて、夜病院を出た時、夜空を見上げて、イエス様って言いました。そしたらもうそれだけで、その一言ですごい、もうあたりが喜び喜び喜びって、もう空気も喜びで震えているようでした。そして何よりも、あ、イエス様が喜んでおられるって分かったんです。もうそれはもう本当に分かったとしか言えないんですけれども、で、まるでね、天も拍手喝采しているようでした。父をよろしくお願いしますと一言だけ言いました。私は1週間父のそばで平安なひとときを過ごして、もうそんなにね、一日何時間も続けて父と共に過ごすなんてことはもう何十年もなかったので、本当に平安なひとときを過ごしてスペインに帰りました。40日後、父は安らかに天に帰り、私は再び日本に飛びました。布団に寝かされている動かない父を見て、あ、お父さん本当に死んじゃったんだって涙が出そうになった時に、あ、お父さんはいなくなってないって分かったんです。確かに目の前の父は、体は死んでいる、でも私のお父さんはいなくなっていない、もう理屈抜きで分かりました。でも本当に嬉しくって嬉しくって、もう踊り出したいほどでした。私はみなし子になっていないし、これからもならない、それは永遠の命との出会いでした。父は永遠の命に生かされており、私もその永遠の命をの次元を知りました。そして葬儀の3日後、なんか神様にお礼が言いたくて、子羊の群れ教会の日曜礼拝に出ました。そして礼拝後、なんかまるでこう背中を押されるように前に出てしまって、口から出た言葉は、洗礼受けさせてもらえますかって、そして洗礼を受けました。で、その洗礼を受けた途端、あ、イエス様、あなただったんですかって分かりました。私の霊というか、もうハートはね、先にイエス様に出会っていたのに、頭が認めてなかったんですね、それを。でも洗礼を受けた時に、それが頭とハートが初めて一つになって、もう本当に嬉しかったです。大きな喜びと、もう深い平安に包まれました。それからはもう私は賛美が嬉しくってたまらなくて、
賛美で全てが完成するっていうビジョンを聞いたときに、知性では分かんなかったんですけれども、あ、そうだったのかってすごいこう喜びが来ました。で、大学生の時、パッションに答えがある、それが音楽の中にあるって思ったんですけれども、実は音楽じゃなくて賛美でした。で、まあ、私にとってはパッションプラス音楽イコール賛美っていう、そんな方程式です。で、私は賛美がしたかったんだ、自分がずっと求めていたのは賛美だったって分かりました。そして賛美は主を礼拝することでした。もう毎週の集会に通うのが本当に楽しみでした。そして2000年1月から子羊の群れに天の賛美が与えられるようになって、賛美の中で私も深い癒しを受けました。例えば礼拝の始めに今賛美しました4つの生き物の歌を賛美していると、まるでその4つの生き物の賛美に引き出されるかのように、私のお腹の深くから何者かが共に賛美しているようでした。なんかそういう不思議な感覚があったんですね。で、私の中には両親から継いだ性格や考えがあります。父がね、よく生前自分の中にものすごく大雑把なところとものすごく細かいところがあって、それが時々衝突して十二指腸潰瘍になっちゃったんだよって言ったことが あるんですけどね、その時はんって思いましたけど、確かにそんな、なんかこう対立する矛盾するようなね、思いや性格が私の中にもあります。そして両親だけでなく、私の血には先祖代々の血がね、流れていると思うんですね。その血を受け継いでいるから、同時に先祖の悲しみや怒り、そして恨みつらみなどもね、血の中に流れているんじゃないかって。で、それはみんな潜在意識の領域なんですけれども、それらの一つ一つの隠された思いが賛美に引き出されて共に賛美する。なんかそれはそんな感覚があって、それは本当にお腹の中にね、平安が満ちました。そして天の賛美にはね、主を褒めたたえよとか新しい歌を歌えっていう言葉が詩編を読むとそういう言葉がいっぱいありますけれども、ただ文字で読んでる時には命令形ですよね。歌え、褒めたたえよって。なんか、その聖書で言葉だけで読んでいた時には、まるでなんか駅前でメガホン持って、皆さん、何とかしてくださいと、あれあれしてくださいって、なんか呼びかけてるようなね、風に読めたのに、賛美になったらもう全然違うんですね。逆に、主を褒めたたえよって言ってるのに、私の中のいろいろな自分が一緒に賛美呼びかけてくれてありがとうって、私たちも歌いますって、なんかそんな思いが引き出されて、一つに、その賛美の中で一つにされていくようでした。だから主が私たち一人一人のうちだけでなく、今戦争にある国々や民族、敵対する民族をこの賛美の中で一つになるようにって、天の賛美を私たちに託してくださるっていうことが迫ります。ここで詩編17編のすべての国々よ民よを賛美したいと思います。主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、主を褒め
これは鳩賛美のまだかなり最初の頃、2000年か2001年ぐらいのに発表された賛美だったんですけれども、もう私はこの賛美が大好きで大好きで、もう主を褒めようって最初歌うだけで本当に何かうちからこうその賛美が引き出され、で今改めてこう久しぶりに歌ってみると、あ、祈りだなって、すごく祈りが引き出されるのを思いました。すべての国々を民よって、今本当に敵対している国々民族があります。その当時もあったと思います、イスラエル の時代にも。でそれがそのすべての国々民族に向かって主を褒めたたえよ、イスラエルも深い。そしてこの詩編っていうのは、この詩編17編もそうですけれども、イスラエルだけじゃなくてムスリムでもね、これは賛美するんですね。もちろん違うメロディーですけれども、だからムスリムの人たちもこれはこう読んで親しんでる詩編なんです。だから本当にイスラエルにも、そのムスリムのアラブの人たちにも、今ね本当に大きな大爆撃が始まっていますけれども、その心の深いところにはこの賛美がねあって、この賛美が届くって信じています。話は変わります。数ヶ月前の金曜夕拝で詩編16編の賛美が発表されました。常に主を私の前に、賛という賛美です。私はもうこの賛美を聞いて本当にもうとってももう大好きになって、音源とともによく賛美していました。まず詩編16編8節9節をお読みします。私は常に主を私の前に置く。主が私の右にいますゆえ、私は動かされることはない。このゆえに私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ。私の身もまた安らかである。詩編16編8節9節。これ私は賛美じゃなくてね、やっぱり聖書で読んでいた時にはね、私は主を私の前に置くのに、右に、主は右にいますゆえってね、あれ前にいたんじゃなかったのってなんかちょっと思ったりしたんですけど、賛美していたらね、それがなんか分かってきました。なんかね、たった一人主の御前に出て、主を思い、主に問い、主に聞き、そして私の悲しみや思い煩い、もし丸ごとね含めて主の前に出すときに、気がつくと、あ、主が横におられるって思うことがよくあります。本当は主はいつも共におられるんですよね。いつも共におられる。でも私が主を私の前に置くっていうのは、私の方から主に向かうっていうことですよね。そしたら主が本当に横にもともとおられたんですけど、そのおられるっていうことが分かる、なんかそんな感じがします。そしてここにある私の魂っていう言葉、私の魂は喜ぶっていう言葉があるんですけど、ここがね、ヘブル語ではケボディって書かれていて、直訳すると私の栄光なんです。英語でもマイグローリーって訳されている聖書もあります。私の栄光って何だろうって考えていると、言葉ではうまく説明できないのに、なんか私のうちにワクワクして主を思う思いがあって、それのことかなって思いました。神様が私たちを作られたその最初から、私たちの魂に植え付けられた主を思う思い、主を信じる信仰とも言えるかもしれません。主を信じるようにと最初から作られているその信仰、私の意思や知性が判断する前の
なんか最も根源的というか存在そのものにある主を思う思い、褒めたたい思い、賛美したいっていう、なんか魂の聖なる願いのことのように思いました。この8節9節が賛美になっていますので、今日初めて発表されますけれども、常に主を私の前に読んです。私は常に主を私の前に置く。主が私の身にいますよ。私は動かされることはない。このゆえに私の心
なんかこれが礼拝の原点のような気がします。主を私の前に置く、そして主が共におられることを知る。私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶって、礼拝の原点だなって。この詩編16編の続き、10節11節を読みたいと思います。あなたは私を黄泉に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。あなたは命の道を私に示される。あなたの前には満ちあふれる喜びがあり、あなたの右にはとこしえにもろもろの楽しみがある。詩編16編10節11節です。主は黄泉に捨ておかれず命の道を示されるっていうのはもう本当に約束だと思います。誰に対しても約束だと思います。でこの言葉を読んだ時にもう賛美していた時なんですけれども、2013年にスペインに賛美ツアーをに行った時のことが思い出されました。子羊の群れで2010年と13年にスペイン賛美ツアーっていうのをして、バルセロナやジローナにのカトリックの教会、大きな教会でね、何か所かで賛美コンサートを持ったんです。それで2回目の13年の時にバルセロナのサンタマリア・デル・マルク教会って大きなゴシック建築の大きな教会でコンサートをしました。でこの教会では2010年の時にもコンサートを持って、大きな教会なのにもう街道の隅々にまで賛美の響きが届いているのを分かりました。ところがこの2013年の時にはリハーサルをすると、賛美隊のこの賛美の響きがもう前に出てこないんですね。前に座ってる人たちには届かなくて、あれあれおかしいなって。で光子さんが後ろに行かれたら、なんか響きが後ろに行ってしまって、それも吸い取られている気がするって言われました。そしてその後ろにはね、なんだか黒装束の人たちが、黒いマントをかぶった人たちがいるのが見える気がするって言われました。で、そのままもう祈ってコンサートを始めると、コンサートの本番では賛美の響きが徐々に、なんかシュワ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 ってね、街道に満ちていきました。それと同時に、あるスタッフが見た光景なんですけれども、賛美隊の前になんか黒い玉のようなものがいっぱい浮かんでいたのが、コンサートが進むにつれてそれがどんどん白い光の玉にされていって、やがてそれが一つずつ上に登っていくイメージだと思いますけども、見たって話してくれました。もうなんていう美しい贖いのイメージだなと思います。この教会は中世に宗教裁判が処刑が行われていた地区にあるんです。当時教会から断罪されるっていうことは地獄行きを意味していたんですね。もう救いがない、救いようがないもの、見放されたものなんですね、教会からも。だから処刑される痛み、悔しみ、もう悔しさだけでなく、もうその霊にものすごく深い傷をね、残したと思います。で天の賛美の響きがそんな傷ついた魂というか霊にまで届き、さらに天に引き上げた、天に送ってくれたって信じています。もう主が十字架で完成された全てのものの救いっていうのが
もう良い人だけではない、悔い改めた人だけでもない、もう処刑されてしまった人にまで及ぶと知ったことは、もう私たちにとっても大きな癒しでした。今はそうやって天に帰った魂も、地の癒しと平和のために私たちと共に礼拝し祈っていると信じます。それを私たちは宇宙礼拝と呼んでいます。先ほどの御言葉もう一度出していただけますか。あなたの前には満ち溢れる喜びがあり、あなたの右にはとこしえにもろもろの楽しみがある。この言葉を読むと、もう本当に主の前に、主の御前に出て礼拝していると、実は多くの者たちがあなたの右にも、ね、右にも、とこしえに、あなたの右にはとこしえにもろもろの楽しみがあるっていうのがね、なんか本当にもういっぱい目に見えない多くの人たちが来て一緒に礼拝してる、そんな喜びを思います。宇宙礼拝の喜びだと思います。さて、十字架で死なれた主は三日目によみがえられて、最初に言われたのが平安あれという言葉でした。この平安あれという言葉がギリシャ語ではカイレテと書かれていて、そのカイレテを日本語に改めて直訳すると幸いであれという意味合いだそうです。幸いであれ、平安あれ、それがよみがえりの主が初めて言われた言葉だということを思うと、主が一番私たちに与えたかったものだなと思います。そしてそれが私たちのうち、すべてのもののうちになるようにと主がずっと祈っておられると思います。先日、私は2週間ほど前だったんですけれども、このカイレテの賛美、このカイレテの言葉が賛美になってるんですね。で、この賛美を音源を初めて聞いていたら、長年の謎が一挙に解けました。その謎というのは、ずっと私、イエス・キリストには私には関係ないって心をシャットアウトしてたはずなのに、でもこのキリストを称える受難曲や受難曲なんかにね、こう、いや、ミサ曲なんかもね、ものすごく心を惹かれていたことなんですね。その矛盾がよく分かりませんでした。そして主に出会ってからは、そんな私の中にもね、主が住んでおられたんだなっていうことが分かったんですけれども、そこのところが今一つ謎だったんです。で、その解けた謎っていうのは、実はマタイ受難曲で、私は、クラシックの中の賛美ですけれども、マタイ受難曲というクラシックの賛美を通してが私の賛美との出会いだってずっと思ってたんですけれども、実はその25年も前、中学2年の時に、私はフォーレのレクイエムを聞いてものすごく惹かれて、もう中学、学校が終わって家に帰ってくると、もうスピーカーの前に座り込んで毎日じっと聞き入っていました。歌詞はラテン語だったんですけども、その文字を、ね、目で追っていました。その中には、私たちが今親しんでいるキリエレイソンとかアニュスデイっていう歌詞もありました。で、レクイエムっていうのは鎮魂歌と言われて、死人のためのミサ曲って言われてますけれども、やはり主への賛美であり祈りです。この死んでしまった、天に帰った、死んだ者の魂が天に帰りますように、安らかに永遠の眠りにつきますようにっていう、なんか祈りなんですね。で、そのやっぱりその賛美の中に主がおられて、
私はなんか深いところで主に出会っていたんだって、このカイレテを聞いているときに分かりました。でそれからは、それからはっていうのは、レクイエムを聞くようになってからは、私はなんかもうクリスマスカード一枚を見ても心がときめく。そして美術史の教科書の中にあったケルンの大聖堂の写真を見て、もううっとり見とれていました。それも今まで謎だったんですけれども、私の中にもうそのあった主を礼拝したい思い、主を賛美したいっていう思いがね、もうそのクリスマスカードや教会の写真を見てときめいたんだって思います。ところがです、その翌年、中学3年生の時に、私はステンドグラスのきれいな、そして賛美のきれいな教会に憧れて、その頃名古屋に住んでいたんですけれども、名古屋で一番大きなカトリック教会に一人で行ったことがありました。でよく覚えてないんですけれども、春だったのでイースターの時期で、神父さんがよみがえりのメッセージをねされたんじゃないかって思います。で私はそれを聞いて、言葉としては覚えてませんけれども、この今のこの時代によみがえり復活って、なんて非科学的なことをね信じている人たちがいるんだって、キリストクリスチャンっていうのはもうこんな思い込みの激しい人たちだったんだって、もう勝手に決めつけてしまったんです。もう呆れ果てました。そしてもう無意識のうちに、私のうちに目覚めていた賛美を封印してしまったんだと思うんです。今その改めて振り返ると、なんかある時からピタッとレクイエムを聞かなくなっていたのはそれだったんだと思います。ところが賛美を封印してしまっても、魂深くにはイエス様がやっぱり住んでおられたんですね。だから私がその後スペインで結婚して、スペインに住むようになって、家族で旅行に行くと、夫がもうどこの町に行っても必ずそこの町の教会に行きたがるんですね。で私はもう教会なんて薄暗いし、こんなところジメジメしたところ嫌だなって思いながら、たまたま聖歌隊が練習してる場面に出くわすと、もう本当に駆け寄っていって、私も入れてください、私も歌わせてくださいっていうもう思いになっていました。本当に私の霊はもう賛美したくってたまらなかったんだと思います。で中学校の時に、復活なんてもう非科学的なことを言ってるんだって呆れてしまいましたけれども、科学的に復活は説明できません。その復活をよみがえりの主ご自身が30年もかかって私に出会ってくださいました。主はなんと辛抱強い方、決して諦めない方だって思います。そして私はなんていう遠回りをしたのかって思いますけれども、主は遠回りをさせてでも多くの多くの魂を巻き込んで宇宙礼拝に呼んでおられたんだって思います。この巻き込んできた多くの魂っていうのは、キリストを知らない者、拒む者だけではなくて、レクイエムとか受難曲とかクラシックの美しい賛美とともに、主の憐れみや救いを祈ってきた多くの魂もあると思います。さらに宗教裁判や魔女狩りなどで教会から地獄行きを宣言された魂も含まれます。で思うんですけども、レクイエムやこの受難曲って美しいですけど、その祈りもありますけれども、祈りの対象からそういう断罪された人は、もう祈りの対象からも外れているんですね。
そんな魂をも主は宇宙礼拝に呼んでおられるんだって分かりました。天の賛美が命の道となって、そういうもう教会からも見放された魂をも導くことを私たちは知りました。ここで帰れて幸いあれと、お前は私の祈りの中にあるを賛美したいと思います。帰れて幸いであれ、帰れて幸いであれ、
本当に私は30年の遠回りをしましたけれども、その間にずっと主の祈りの中に置かれていたって分かったんですけども、もう30年どころではない、もうこの人類の歴史の最初からアベルとカインがやり取りして殺し合いがあったり、本当に殺し合いはもう人類の最初からあり、人々は私たちみんな罪を犯してきました。その最初からそのすべてのことが主の祈りの中にあったんだなって、教会で断罪された人たちも主の祈りの中にあった、もうそして主が幸いであれって、そんな魂にも言っておられることがなんか迫りました。そしたらそうなんだよって、そうなんだよありがとうってこう言ってる思いが言ってる人たちがいる気がして、本当に涙が出そうになりました。今ウクライナとロシアの間には戦争がまだ続いていますし、中東でももうイスラエルとハマスの戦いがもう激化しています。昨日イスラエル軍がガザ地区に爆弾を大量に投下して、もう大爆撃、大空撃を激しい空撃を行っています。もう双方に死者が出ています。でこのイスラエルと周辺のアラブ諸国との対立っていうのは、もう人類の歴史上最も古くから続いている、いまだに続いている紛争だと思います。何世紀にもわたって対立して、もう憎しみを深めてきた民族、そんな民族間の紛争は人の知恵や努力で決して解決できない問題です。この時のために主は賛美の民を起こされ、天の賛美を託してくださっていたって思います。主はご自身が十字架にかけられるのを知ってエルサレムに行かれました。エルサレムにが近づいてきた時にエルサレムを外から見て涙を流されたことが聖書に書かれています。ルカの19章です。いよいよ都の近くに来て、それが見えた時、そのために泣いて言われた。もしお前もこの日に平和をもたらす道を知っていたら、しかしそれは今お前の目に隠されている。ルカ19章41節42節。平和をもたらす道は今もイスラエルには隠されています。ハマスにも隠されています。レバノンのヒズボラにも隠されています。私たちはその道を見ています。それは天の賛美によって導かれる命の道、宇宙礼拝に向かう道です。天の賛美の響きが断罪、教会から断罪されて傷んでいた魂を天に送ったように、今復讐せずにはいられない痛み、悲しみ、そして民族絶滅の恐怖にある、その恐怖を癒し、命の道、平和の道へと導くと信じます。もう一度カイレテを賛美して主に感謝の時を持ちたいと思います。You.
キリストイエス様、あなたが魂を注ぎ出して死に至るまで苦しまれ、完成してくださった十字架を心より感謝いたします。そして三日目によみがえられ、私たちを命の道に導いてくださっていることを心より感謝いたします。命の道、平和の道、それは賛美の道。どうかあなたが私たちに与えてくださっている賛美の響きが全世界すべての隅々にまであなたの命を、平和を届けますように、届けてくださることを信じ、イエス様の御名で感謝いたします。アーメン。もう本当にイスラエルがどうしてあそこまで激しく報復するのか、確かにもう子供や女性や弱い人たちを急に殺されて、その怒り悲しみは相当なものだと思います。でもイスラエルの報復はいつももう10倍100倍返しです。それを思った時に、単に復讐だけでなくて、やっぱりイスラエル自身がね、もう民族が抹消させられてしまう絶望の危機を恐れているからだってすごく思います。きっとパレスチナや周りのアラブ諸国の人たちも、ムスリムの人たちも同じ恐怖を持っていると思います。今日は最後に宇宙礼拝の賛美、アメツチコゾリテを立体賛美したいと思います。イスラエルもムスリムの人たちも、天にいる人たちも、地の者たちも、地下のまだ地下にいる者たちも、現在の者も、過去の者も、未来の者も、みんな宇宙礼拝に招待します。で、今日はこれまでの5カ国語賛美に加えて新たにアラビア語が加わりました。で、ちょっと急いで作ったので、正確にちゃんと賛美できないかもしれないし、言葉も正確じゃないかもしれませんが、もう今日は祈りとしてこのアラビア語も加えたいと思います。最初にソロがアラビア語で賛美しますので、皆さんも続いて入ってください。Amen.
愛をもってすべてを作られた父なる神の愛、そして世の初めからほふられていた子羊なるキリストイエス様の愛、そして私たちを祈り導いてくださる御霊の愛がすべてのものになりますように。アーメン。